武庫川女子大学の生活環境学部生活環境学科は、分離融合の学びで暮らしを総合的・実践的に学びます。学びの特徴は、1、3つの専門領域。1年次は共通の科目で基礎を学び、2年次からは3領域に分かれて専門性を高めます。2、充実した設備での実験・実習。生活環境学科の2棟の校舎には、製作や製図の専用ルームや使い勝手の変化などを体感できる実体験型のラボなど、実験・実習のための設備が充実しています。3、文系・理系の両分野からアプローチ。文化・歴史など文系の分野と、材料の性質や加工・分析など理系の分野の両面からアプローチします。1年次後期に興味・関心のある領域を選択し、2、3年次でその領域における専門性を高めます。美環境・アパレル領域は、アパレルやファッションの素材の特性とともに、作る・着る・循環するプロセスを学ぶことで、衣服を通していろいろな人の生活をコーディネートする力を養います。生活文化・デザイン領域は、暮らしに関わる多様な調査手法を学び、歴史・文化・地域について考える力と、パッケージ・雑貨・家具・インテリア・ショップなどのデザインを提案する力を培います。住環境・まちづくり領域は、住む人らしさを表現し、環境に配慮した住空間の設計、人と街がつながるまちづくりの仕組みや手法を実践的に学びます。生活環境学科では、ご覧のような免許・資格の取得が可能です。生活環境学科では、学生が4年間の学びの集大成として卒業研究発表会を行っています。また学外に向けて研究の成果を発信する卒業研究展を開催しています。